皆さん、こんにちは。国際化とか国際標準化とかいうことが今、いろいろな分野で叫ばれていますけども、もう医療も当然、国際化ということが徐々に進んできています。日本の国民にとっても、都会にいても、田舎とか地域にいても、国際標準的なね、いい医療を受けられるっていうことは、大変嬉しいことで。ただ、国際化といっても、それが本当に正しくね、導入されているかっていうことは、なかなかしっかり評価しないといけないんで、病院なり施設なりが国際化したってことになれば、それを評価し、さらにそれを認証していくっていうシステムが当然必要で、実際それが行われています。本日の発表者、新古一戸先生は、その分野の、プロフェッショナルです。国際標準化もさらに、今日の国際標準は、明日、明後日、1年後には相当変わって、本当に日進月歩なので、その変化に、ね、ついていくということも必要で、そういうこともあの含めながら、いろいろな評価、認証を行っています。そういう関係でですね、私ももう十数年前に新子さんとは知り合いまして、いろいろ本当に教わって、病院の経営とか管理とか、そういう公衆衛生的なことも含めてね、健康管理のなんかとも含めて、いろいろ私も大変教わってきて、本当にありがたい友人です。新子さんとは家族ぐるみでお付き合いが少しありまして、これは新子さんと妹さんの若子さんがハワイに来た時、2年ぐらい前ですかね、ちょっと仕事絡みで、家族、実はこの、娘さんがハワイにいたもんですから、そんなこともあってハワイにいた時の写真で、その時の写真にここに写っています本を出版されて、これは出版したのはだいぶ前で、私はその時いただいたんですけども、実はこの本はね、私も本当に参考にさせていただいているグローバルヘルスビジネス、世界標準で健康を考えるって、そういうタイトルなんですけども、本当にこのグローバル化、いわゆる国際化、国際標準化ってことに関してですね、健康とか、それからビジネスっていうのはどちらかというと、病院の経営とか管理に関しての、ビジネスなんですけども、そういうことについて書いた本で、ちょっと専門的ではありますけども、興味のある方はぜひ読まれたらいいと思います。未来の医師への贈り物、第15回になります。医療は人類が作り上げてきた産物、新型コロナウイルスの脅威から人類が学んだことという、タイトルで、今日は慎子さんにお話しいただきたいと思います。では最初に、自己紹介ということで、このスライドを使って自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、先生、ご紹介ありがとうございました。皆さん、こんにちは。一戸信子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このスライドで自己紹介を簡単にさせていただきたいと思います。一応、専門分野は医療管理、医療経営学、公衆衛生ということで書いておりますが、先ほど和地先生の方からご紹介賜りましたように、約25年ぐらい前から病院の評価に携わってまいりました。アメリカの、GCI の流れを組みまして、日本にもですね、日本医療機能評価機構から始まりまして、第三者評価、病院をいわゆる説明責任も含め良くするためにはですね、どのようなことが必要かということで病院の評価が始まりました。それに伴いまして、卒業練習研修あすいません卒業臨床研修評価機構が立ち上がりまして、そちらの評価をずっと続けております。またさらにですね、やはりインバウンド等が日本でもだいぶ多くなってまいりましたので、国際医療標準化ということで、通称ですね、JMIP と言われる外国人患者の受け入れの認証制度にも携わってきておりまして、私のライフワークにもすでになっておりまして、ずいぶん3桁の病院はもう評価してるかなという感じで、時間の許す限り現場に行って感動して、いろんな勉強を一緒にさせてもらっております。よろこしくお願れ、いいたしサイます。トビジットって、行くと数日間やっぱりかかるんですか？評価の仕方によって違っておりますが、今やっているの、特にですね、JCEP は丸1日で、なるべく朝から、それから JMIP は2日間です。やっぱりその評価のスタンダードと見るところによって違いますが、病院の方々も大変大変です。受け入れていただいて感謝感謝でございますが、なので、なるべくいろいろなことをアドバイスして帰れるように努力しております。はい。
で現在は、大学、はい、はい、どうぞ。はい、で一応ですね、その反面ですね、大学の教員をずっと続けておりまして、ですから大学では医療管理学で、科目名としてはヘルスケアサービスマネージメントや、はい、いわゆる健康ビジネス論といったような授業を担当しております。最初にですね、北海道大医療大学で講師をスタートしましてから、今いる埼玉学園大学におります。ということで、ずっと一応大学で学生に教育をしながら、逆にですね、ライフワークとして病院の評価を行ってきたという2つの仕事をしてきたという感じでございます。なるほど。はい。まあ、両立の大変だと思いますけどもね。大変です。なんかそうなんです。教育という意味では共通なんですけれども、いつも病院の評価に行きながら意味があるかな、私こんなことやって意味があるかなと思うんですが、病院のスタッフの方に毎年来てほしいぐらいだとか、やっぱり参考になりました、やっぱり外部の目は入った方がいいとかアドバイスがあってよかったと言われるとまたやっちゃいます。そうですね、大体日本は閉鎖的で外部の第三者機関からの、はい、評価とかあんまり好まないんだけども、はい、まあアメリカなんかもヨーロッパもそうです、世界標準で言うととにかく第三者の評価を受けるっていうことが、はい、まあ、ある意味意味があるし、まあ、それによってね、改善点がね、はい、たくさん出てくるので、はい、まあ、今後も、まあ、ある意味で国際標準化っていうのはそういうことをちゃんと受け入れてやっていくことになりますよね、はい、そうですね、やっぱり院内での標準化っていうのはやはりあくまでも院内であって、やっぱりグローバルに見るのがヘルスケアの領域だと思っておりますので、そのあたり、はい、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。で、今回のタイトルにもありましたように、今日の話は、まあ、非常にタイムリーで、はい、この新型コロナ、まあ、今年1年、皆さん相当苦労したり、学んだりいろいろしたと思うんですけども、この新型コロナに関して、まあ、今回、しんこさんの、まあ、専門分野に関して、いろいろ話をして、はい、していただきたいと思うんですけども、はじめにということで、この、スライドをいただいたんですけども、はい、私は学位はですねパブリックヘルスでいただいているので、もともとやはり健康教育や公衆衛生の分野で研究をもともとしてきたというところもありまして、日本に第三者評価ができる時から医療管理学の方をやっておりますが、そういう意味では今年はやっぱり自分の今までやってきたことから考えると、どうしてももう心が痛んでですね、どうしたらいいのかなというので、この思いからもう離れられなくて、改めてもう一度整理してみて、今回は未来の医師になる方々にぜひぜひ共有してほしいなという思いで、こういうスライドからスタートでございます。はい、はい、それでは簡単に紹介させていただきますが、ご存知の通り、実は今年は2020年でございますが、ちょうど100年前もですね、やはり感染症は大変だったという時代から始まりまして、スペイン風邪が流行してきたという、下に書いておりますが、ちょうど100年ぶりということで、私自身はその時には生きておりませんでしたが、やはり文献等を見ると、まあ、ものすごかったということが想像できます。で、これから未来の医師になる方々はおそらくもしかしたらですね、2020年の100年後も生きる方は数人ぐらい出るわけですよね。ですよね。それを考えちゃいますと、やはりこの年にですね、このことは皆さんで共有するべきではないかというふうに思います、うん、なるほど。で、残念ながら今日の収録中もまだ全然減っておりませんね、そうですね、なかなか減ることがなく、それでかつやっぱり死者が出ているということを考えればですね、このパンデミックのレベルは地球レベルで考えなきゃいけないこと、ですから日本人の流行の現状だけではなくて、地球上のどの国のどういう状況でどんな人たちが苦しんでるかは、やはりこれから未来の医師になる方々はぜひ分かっていただければいいんではないかという思いで、今回このテーマとしました、はい。それではですね、次のスライドに行きたいと思います。わかりました。これはお願いします、はい、今はもうこれ5000万越しましたもんね。すいません、いやもう超えております、ね、これそれ作るときはしばらく前でしたからね、はい、すいません、もう5000万も超えております。まあでもこのスペイン風邪っていうのは6億人もかかったんですよね、はいはい、まあ時代がだいぶ違いますけども、死者数もね全然違うと思いますけども、まあ時代とともに、まあ医療は改善してるからいいものの、本当にこのようなねウイルスの感染また到来する可能性大いにありますよね。はい、今回の一応新型コロナの、まあ、経験脅威から学んだことということをこう7つリストしていただいて、まあ、この一つ一つに関してこれから説明していただくということになると思いますけども、はいはい、
それで先生が今おっしゃってくださったように、もう数は増え続けて、スペイン風邪の流行と100年前とは違うということではございますが、やっぱり昨日まで元気だった人がですね、突然目に見えないウイルスの脅威にさらされて、あっという間に人生が終わってしまうという人が世界中で出ているということを考えるのは、これは医療を学ぶ者にとってはもうかなりインパクトが強いというか、もう考えなければいけないことなので、で急いで急いで克服するということで、医師以外のスライドの後半にも出てきますが、研究者の方々、ウイルスに対してですね、ワクチン等の研究もしたり、それから空気を正常にするように、あるいは消毒や清潔性を保つためにという、世界中の人々がそれぞれの分野で100年前とは違った形で早く収束することを願っているとは思うんですが、残念ながらまだ止めてられない、止められてないって感じですよね、先生。はい、ということで、今回はですね、そういう意味では必ずしも医学の分野だけではなく、7つの切り口というのは一人の人間としても、はい、という視点からもテーマを選ばせていただきました。はい、じゃあこの一つ一つ進めていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず最初の生命に対する感性と愛ということで、はい、はいはい、よろしくお願いいたします。こちらのスライドをちょっと見ていただきたいんですが、100年前に私は生を受けてないと申し上げましたが、やはり何億年もの長い人類の歴史の中で、私たちは一部に過ぎないということをいつも今回実感させられております。で、人生100年の時代だとは言っても、その先に人間また続いていくためにはですね、どうしたらいいかということを考えなければいけないときに、この報道されている患者さんのですね、映像を見ながら、人間の、生の限界、あっという間にですね、不老長寿を目指してはいるものの、ですからどういう生き方をするべきかということで、限りがある生命であるということを、もちろん現場で今医師の方々はそれを毎日痛感されていて、特に救急や感染症病棟のところにいらっしゃる医師や他のコメディカルの方々も含めて、皆さんこれは痛切に感じていらっしゃると思いますが、元気で街を歩いている人たちもですね、これらをやっぱり考えなきゃいけないんではないかと。で、患者中心の医療という言葉はどこでも言われているし、世界中でもスローガン、病院の理念にも必ずなっています。しかしながら、元気な人たちからするとですね、やっぱりそれってあんまりこう実感できない、その実感できないっていうことを、やはりもう少しこう実感をしながら、明日は我が身、それは医師であっても、それから患者でもともと慢性疾患に苦しんでいる人も、それから元気な若者も、全員そうだということをやはり考えた上で、限りある人生をいかに元気に生きていくかとか、いかに全うしていくかっていうのを考えることは必要かなというふうに思いまして、まずはこのスライドからスタートしております。私自身もあと何年生きるか分からないし、いつこんな収録をした後もどんな運命にあるかなるかも分からないっていう、そんなことを考えると、やっぱり今日も一日大切にし、出会いも大切にし、毎日を一生懸命生き、やはりできる限り多くの人が長生きできるようにというのは世界中の夢かなっていうふうに思ってます。それで右側のところに、心が痛む、いたたまれない、悲しいって、そういう思いを今回のこの毎日の連日のですね、ニュース、それから映像、それから実態、それから数値を見ながら、胸が痛まないという方はちょっと変わった方、強い方かもしれませんが、だいたい痛みますよね。痛まないとおかしいんじゃないかなっていう、基本的なことを最初にご紹介するのは、なんだそんなの当たり前だよと思うんですけれども、当たり前なことを元気だと忘れちゃうんですよね。ですから、私は関係ないとか、私たちにはそんなことを関係ない、僕は関係ないんだと思うこと自体が、多くなっている しまう人口の方が増えると、実はコロナ収束できないんですよ。そうですね、そこが今回はここからスタートしていかせていただいた理由でございます。なるほど。はい、それでこのヒポクラテス、皆さんはね、若い人もみんな知ってると思うんですけども、はい、これに関してちょっと、はい、はい、一番最初にですね、ヒポクラテス宣言を出した2番目のスライドに出させていただいているところには、その赤字、ピンクの字で書かせていただいたところに、人間への愛のあるところに医術への愛もあるというところにこだわっています。はい、で、日本医療機能評価法が一番最初にできた時に、専務理事だった伊賀六一先生という再生館中央病院の院長先生だったんですが、はい、彼が最後にがんでも亡くなったんですけれども演劇を先生はやられていたということです。なるほど、で
やっぱり EU も愛だよねってもう何度も語って亡くなってらっしゃったんですけど、亡くなられたんですけど、彼はいつもその時に愛っていうのは随分サイエンスの領域ではですね、なんか漠然としていて難しいですよねって何度もこう問答させていただいたんですが、いや、あのこの患者さんを何とかして治してあげたいとか、患者さんの人生を共感するとかと、いろんなその言葉の中にはですね、やっぱり根底に愛ないとダメよっていう、うん、そういう言葉を随分言われて気になっていて、私も自分自身も非常に怠け者で、で、あのいろいろとそのタスクをこなすこととか、それから仕事を淡々とすることとか、そういう時になんかエネルギーになる根幹にあるのは、やっぱり生きててよかったとか、愛するものがいるとか、うん、やっぱりそういうものを守りたい、あるいはその貢献をしたいという、そのこう、それは人間だけではないと思います。もちろんあのペットに対してもだし、それから自分が愛着するものに対して愛という議論するとこう底なしになるので、あの途中で止めたいとは思うんですが、やはり宗教もそうですし、あのいわゆるいろんな人に対する愛、これ含めて愛であふれる地球というのは非常に抽象的ではありますが、もしかしたら根幹なんじゃないかなと思うと、ヒポクラテスの時代からですね、やっぱりそれはどうしてもあの意の倫理としてもやはり、まあ、変えられないというか根底にあるものなのかなと、ですから愛の存在はさまざまな困難な努力試練を乗り越えるやっぱりパワー、エビデンスと言われると非常に難しくて、非常にそれどこまでやったら愛は充満してるのとかですね、愛を測定するのはどうするのと言われると非常に厳しいところがあります。でもこうやって今日も感動しながら、私自身も緊張しながら話してるのも、地球をなんかこう克服できて、あのもしかしたらどっかからウイルスもちょっと静かになってくれたらいいなみたいな、やっぱり今海を越えたどっかに行って苦しんでる患者さんも何か貢献できるんじゃないか、私が頑張ればなんて、やっぱ愛なんですよね、やっぱりどっかで。それは偉そうに言えないんですけど、なんか感覚的なものです。ですから、おそらくヒポクラテスはそれを伝えたかったのではないだろうかという思いで、このスライドをご用意しました。はい、あの若い人、多分ティーンエイジャーの方、多分もうみんな知ってると思いますけど、このヒポクラテスの、あの誓いっていうのは、これ本当に、まあ、これは医師に、まあ、医療関係の人たちにまあ書かれてるんですけども、あの一般の人たちにもね非常に役に立つことなんで、まあ、あの時間があればこれをまた、Google すれば出てきますから、ぜひあの読んでほしいなと思います。でそれで、まあ、あの次はそのまずはあの愛の対象であるあの、まあ、医療者としてはですね、この病人を理解するってことが大切だってことで、ここに書いていただいたんですけども、はい、こちらについてではご紹介したいと思います。2番目は病人を理解することということで、あのもちろんあの病気というその病気疾患を治すエキスパートであるのが医師であるとは思うんですが、患者さんは人間ですので、その人間という理解はこれも必要だという前提に立った場合、患者も人間、患者家族も人間、医師も人間、他の医療者みんな人間だということを考えると、やっぱり病に倒れ病と戦っている病気と、まあ、病と共存しているあのいわゆる病人という人はですね、健康体である人々、第一線でハードル働いている人々、医療従事者になると同じ、全く同じなんですね、うん、救ってくれるのも人間だし、死にゆく人も人間であるという、そのドラマの中でですね、やはり病気を憎んでも人を憎まない、あるいは、まあ、疾患を憎んでも人を憎まないということで、病気になりたい人は今回の新型コロナは特にですね、僕罹患してみたいなと思っている人はやっぱりいないと思うんですね。そういった際にですね、あのなってしまった人もあのやはりスティグマを与えないようにですね、で罹患している人に対しても、最後は残念ながらご家族と会えないであの天国に召される方もいらっしゃると聞いております。そういうことを考えますと、その人間であるということを理解する、病気を理解するだけでなく病人を理解するという、ですから未来の医師を目指す人あの方々にはですね、人間ってどんな生き物なんだろうとそうですね、あの悩むし苦しむし、でもすごいパワーも持ってるしという、うん、そういうことをやはりあの今のうちからですね、あのちょっと悩んでいただいてから医師になっていただいた方がいいんじゃないかなと思って、ね、はい、このスライドを用意しましたが、いかがでしょうか。そうですね、確かに本当にあの病気は我々は治すんですけど、最終的にはね、その患者さん自身を家族を治していくってことが本当に、ね、大切じゃないかなと思いますね。まあ、いずれにしても、まあ、医療っていうのは患者さん家族中心の医療がこれから重要になってくるって、まあ、今でもそうなんですけどね、はい、まあ、それをちょっとまとめていただいた、まあ、特にコロナの感染に関して影響を含めたことでちょっと説明をお願いしたいと思います。はい、はい、
これはまあ今の現状のことでちょっと厳しい状況になっているというご説明なんですが、やはり患者と家族の中心の医療というのは大事だとは言われてはいる中でですね、やはり今回はですね、入院患者さんのまあお見舞い等はかなり制限されております。これはもうやむを得ないとは思うんですけれども、やっぱりその愛するという愛の話をしてみますと、やっぱり家族と会いたいとかですね、一緒にいたいとかという思いは治療ややはり自己免疫には関係あるのかもしれません。そうなりますとですね、院内で残念ながら、まあ、クラスターが出てしまうとものすごいブロックされてしまいます。で、患者さん以外いわゆる新型コロナウイルスの患者さん以外にもですね、やっぱり全然お見舞いも行けなくなってしまっている状況なので、そうしますとやっぱり例えば小さいお子さんがですね、入院しているときにですね、お母さんに会いたいとか、そういう気持ちというのはこれは自然のことであり、それからですね、やっぱりそういうものを病院はできるだけ、まあ、避けるよう努力していただきたい、そうは言ったってしょうがないでしょうというのはもう百も承知なんですけれども、しかしながらいろんなこう業界でですね、例えば今もこういうふうにバーチャルでというと、まあ、病院もなるべくですね、早く一例としては例えばスクリーンを用意してそういうことができるように会話して元気だよとかテレビ電話でとか、なんかこういろんな工夫があったら、顔が見れるだけでまた明日ねとか、そうい こうお部屋があって入院患者さんはそこで車椅子で連れて行ってもらってできるだけでもという、ちょっと院内の環境も患者さんと家族のその交流が重要であるという視点からですね、ちょっと工夫できないかななんて思いながら、まあコストもかかりますし、そう簡単には今実は病院経営は赤字で大変だということはいろんなところで言われておりますので、今年はコロナ禍でどこの病院も赤字でございます。しかしながら、なんかそれがもし長引くんであれば、ここの部屋に行くとこうやってつながるよとか、例えば携帯電話を貸し出すとかですね、そういうこうところをやりながら、テレビ電話等でつないであげるとか、そういうこともなんかできないのかななんて、他の IT や他の業種では結構やってるのにななんてちょっと思ったりしてまして、うん、未来の病院像というのはそういうところに対してももうちょっときめ細かく、うんうん、やってもいいんじゃないかななんて思ってます。というのは簡単なのは知ってますけども、せっかくいろんなテクノロジーがね進んできてるわけですよね。そうですね。なので外来診療をですね、遠隔で認める保険になってきましたが、それは日本でも今回認めてて、できるようにはなっているんですが、患者さんと患者家族とのコンタクトというところには、やっぱり全然その診療報酬の点数にもなりませんので、経営というところからするとですね、ちょっと別にやってもやらなくても同じと思ってしまうかもしれませんが、患者さんの頑張る力と治癒には関係あるという発想からいきますと、このあたりを考えるのも、やはり、医療従事者あるいは病院経営者の責務ではないかななんて思っております。そうですね、本当に、まあ、患者さんにとってはね、本当に、まあ、医療者に今頼るところだと思うんですけども、やっぱり家族の、ね、はい、支えっていうことが重要で、はい、これは家族にしかできないことですからね。できないことだと思います。はい、はい、専門知識はなくても違う意味で役に立ってると、はい、サポートしてると思います。それでこの共生社会っていう、はい、言葉を挙げていただいたんですけども、はい、私はあまり聞いたことない言葉かもしれませんけども、ちょっと説明していただけます。はい、最近は日本でも先ほどの認知症の患者さんの将来を考えたときに、認知症患者さんがその町でも幸せにこう暮らせるような時もよく使われる言葉なんですが、うん、いろんな人がいろんな立場の人が共に一緒に社会の中で暮らすということで、それでこの、まあ、定義になっているんですけれども、結局は他者を思いやる社会ということですね。はい、それで今回もですが、それからその発想からいきますと、今回この強敵な新型コロナウイルスを打ち負かすにはお互いが助け合わなきゃいけないと。結局例えば今基礎疾患を持っている方とかですね、実際にもともと持病を持っていてですね、心配している方々と、それから元気なワコードとではですね、おそらくその共生社会と一言で言われてもですね、やっぱり世代を超えたその共有というのはあんまりこう感じられないかもしれないんですが、上のところにちょっと書かせていただいたんですが、がんに対しても随分この言葉が言われてきまして、がんの患者さんも結局はがんになってももし抑えられれば1回退院をしたら働き続けなきゃいけない、結局は病気になったら病気の療養にだけ専念するということは必ずしもできない時代で、もし小康状態になったらまた頑張んなきゃいけないし、そういう社会だということを理解した上で、やはり簡単なところはシルバーシートは譲るとかというところから始まり
結局心臓のペースメーカーをつけてる方は外から見ると患者さんだと分かりません。しかしながらやはり電子機器に対しては敏感であったりとか、それから聴覚障害を持ってる人は補聴器をつけてなければ分かりません。外見から分からないときに、ですからそれがもともとはそのバリアフリーであるとかシルバーシートであるとか、やはりそういう人たちを尊重するという社会、そういうのは元気な人がこう気遣うという、うん、そういう社会が生まれるともうちょっとコロナ対策も違うんじゃないですかという思いなんですね。ですから、はい、今回も残念ながらですね、ステイホームということで言っていましたが、経済が戻りますとやはり皆さん満員電車に日本乗っております。もう今戻っちゃいました。もうすごいです、混んじゃってて。そうしますと多分、いや、僕やっぱりコロナ怖いから通勤するのやめますって言えないはずなんですね。ですからテレワークを推奨するとは国も随分政府も言っておりますが、なかなか具体的に会社としては現実問題結果を出さなきゃならないということで戻ってしてきております。経済とですからコロナの対策のバランスのところもそうなんですが、やっぱり人生終わってしまえば終わりなので、やはりこのあたりのところをどういう社会にすればということで、まあ、マスクは一例で挙げましたけれども、うん、そうですね、まあ、これは最低限のマナーですよね。最低限かなと思って、その先はいろいろで、やはり鉄道各社もいろいろと公金に対するいろんな取り組みであるとか消毒であるとか、ですから先ほど冒頭にいろんな業界もいろんなことをお考えいただいておりますので、おそらくもっと経つと変わってくるとは思うんですが、今一番正念場でございますので、ニュース見ても分かるようにちょっと皆さん頑張ってくれると下がるし、本当に数値はすぐ出ますので、共生社会というものを若者の方々もちょっとですね、ご理解いただければいいなと思ったりします。そうですね、これやっぱり全員でやっていかないと、一部の人だけが欠けただけでは、そこで常にコロナが蔓延しちゃうってことで、はい、しちゃうんです、はい、しちゃうんです。ですから社会全員が一緒に努力するってことですよね、はい、医療者だけとか、一般の人たちが含めてですね。そうです、はい、別に、はい、未来の若者だけじゃ、はい、未来を衣装をもとなりたい人だけじゃなくてですね、はい、全体なんですけれども難しいですよね、なかなか難しいと思うんですけど、コロナに対してはこれは絶対必要だと思います。そうですね、それでまあコロナもそうなんですけど、今ワクチンのことがいろいろ言われてきましたけども、はいはいはい、まあ、この予防っていうことがね、はい、まあ医療は我々よくするのは治療医学なんですけども、はい、まあ、いわゆる家庭医療の先生たちがされる予防医学とか、はい、リハビリテーション医学とかそういう分野があるんですけど、はい、予防の大切さって本当にあるんで、はい、その辺のところをちょっとまた、まあ、公衆衛生の観点からね、はい、ぜひ、はい、お話伺いたいんですけど、はい、まあ、これも随分言われているので、頭では患者中心の医療と同じように言葉はですね、誰もが分かっていることで予防が重要だと、はい、しかしじゃあ具体的に何するのということを言った時にですね、気をつけなきゃいけないのは毎回やらなきゃいけないってことですよね。予防は例えば今日1日だけ手洗いとかですね、うん、そういうのじゃなくて、感染症の場合は特にこの病原体がいるだけで、ご存知のとおりウイルスというのは体内に入るまではフラフラしてるので要するにお家をいわゆる宿主を見つけ出した途端ですね、猛威を振るうというウイルスはそういう性格を持ってますので、経路を断つことであるとか、それから自分自身の体を強化しておくという、この今回は予防は大変重要になってくるかと思われます。ですから宿主のその感受性というのは、免疫力や抵抗力などやはり条件というのはやっぱり出てきてしまうと、ですから例えば一例を挙げますと、こういう時代だからこそやっぱり睡眠不足はやめようとか、それから健康に留意してですね、やっぱり運動もちゃんとしようとか、やっぱりいつもと違ってちょっと無理しても大丈夫となるとですね、これは風邪をひくといったような議論では昔から言われていることなんですけれども、うん、今回は確実に新型コロナウイルスも同じ発想でいきますと、そんなに簡単ではありませんので、やっぱりこの辺でゆっくりしよう、暖かくしようとか、ちょっと調子が悪くなったらどうしたらいいのかなとか、ビタミン C はとか、いろんな予防に対する知識はこれからたくさん出てまいりますので、それに対して皆さん関心を持っていただいてですね、自分の体だけは不死身だと、で別にスーパースプレッダーになってもいいんだよじゃなくてですね、やっぱり結末はやはり死になってしまうということを頭に入れていただいてですね、それを毎日繰り返すのこれ大変です。毎回毎回私自身もですね、家に帰ってきてから部屋に入るまでが非常に長くなりまして、もう手洗ってから消毒かけたりとか大変ですけれども、それでも
それで毎日できるんであればということで、横にコロショのポスター、若い人たちにもですね、こういうふうに、これ、コロショのポスターなんですか？コロショのポスターです。下に出典書きましたけれども。なるほど、コロショもだいぶ、そういうような、少し、はい、でアピールしてるわけですね。はいはい、若者に対してのメッセージぴったりなので、これだったらみんな若い子見ますもんね、男の子は。かなって、はい、かわいい子が手洗いますよということなので、コロショはこういうポスターになってるんですね。ただ単に難しい字で手を洗いましょうとかですね、手の洗い方って図示しても関係ねえよなぐらいの思いになってしまうといけないので、こんな可愛いかも手洗いますよということで、はい、ここに手洗いやマスクの着用を含む席エチケットをしてくださいというこういうポスターになっております。ですから、やはり先ほどの共生社会じゃないですけれども、まあアプローチをしていかなきゃいけないという。なるほど。じゃあ、はい、ちょっとね、サジェッションはこれ、男の子はこれ見ますよね。はい。女の子用にナイスルッキングガイをですね、アンサムのやつを作ってください。私書くんだけど、でもそうですね、あった方がいいかもしれないですね。そうですね、もう可愛いでしょ、すごいこの子可愛いですね。これはなかなかいいです、はい。今度はちょっとテーマが少しコミュニケーションになって、今、はい、ソーシャルディスタンシングって今そういうね。はい、中でのコミュニケーション、はい、いろいろ難しい時代に入ってきてるんですけども、はい、まあ、それをちょっといくつかスライドで上げていただいたんで、はい、よろしくお願いします。はい、でこちらもですね、今回その新型コロナウイルスで議論になっているいわゆる感染を飛沫する距離ですね。でその飛沫する距離に関してはいろんな実証データが出てきて、ですからマスクの不良用であるとかですね、いわゆるマスクの素材がどれだったらいいかとか、それからどこまで飛ぶかといったような研究がたくさんされてますので、もちろんこのソーシャルディスタンスによってですね、防げる、完全に防げるわけでないことは事実だと思います。しかしながらリスクは弱まると、そういった時にですね、なぜこのスライドをご用意させていただいたかというと、こちらのスライドを見ていただくと分かるんですけど、ソーシャルディスタンシングという言葉を WHO がですね、うん、フィジカルディスタンシングという言葉にまあちょっと変えてきたんですね。でソーシャルという言葉にはいわゆるその社会的な交流とか人間のつながりも絶ってしまうような社会になっては、はいはい、そこなんですね。このスライドをご用意させていただいたのは、ですから結局は今まで私たちの楽しい行為というのはハグをしたり握手したりキスをしたり、それから肩組みをしたり、結局楽しい時っていうのはくっついてるんですよね、人間というのは。ですからそのことが感染を広めてしまうんです。ですから今回は人類に至っては強敵だと申し上げているのは、それを距離を狭めてしまうとリスクが高まる。ですから距離を取りましょうという、このいわゆるソーシャルディスタンシングという言葉についてはやっぱ奥が深いなという意味 で、ね、ご紹介させていただいております、ちょっとその物理的距離の確保というところ の、 ご紹介なんですが、物理的な距離を保つことは感染拡大ですね、感染拡大ですね、すいません、はい、感染拡大防止です、ね、すいません、はい、はい、これはい、後で押しておきます、はい、すいません、拡大防止においては重要であるが、社会的な関係性をも避けることがあってはならないということで、はい、これがまあ WHO が変えてきた理由です。家族や同僚など愛する人々や信頼できる人間との関係性を断つという意味を持ってしまうとちょっと問題でしょうと。そうですね、ええ、なので政府は身体的距離という言葉を新しい生活様式で出しているという、まあ、言葉の意味ですね、言葉尻ではなくて、そこにはコミュニケーションのあり方を模索しなきゃいけないんじゃないのということで、うん、ですから先ほど の、 患者さんと家族に関する面会の仕方もですね、そのソーシャルディスタンスを保てないんであればどういう形でやったらいいのかということも考えながらという、うん、ですからこのことも関係してくるんではないか。ですから本当新型コロナウイルスのいろんなことを新しい時代に変えていく、うん、一つの、うん、あり方のきっかけと捉えるしかないんではないかというふうに思っています。そうですね、ええ、私もソーシャルって使ってたんだけど、本当はフィジカルディスタンシングにしないといけませんね。いや、うん、まあでも言葉の中にですね、中であくまでも、はい、だと思ってました。はい、わかりました。はい、でこれがそろそろ後半に近づいてきたんですけども、はいはい、若者に今からしてほしいことっていうことで、はい、多分、はい、まとめていただいたんだと思うんですけども、はいはいはい、はい、ちょっと大きな、これからはオーディエンスの方々がですね、医師を目指す方が多いだろうという前提でお話しさせていただきますと、これまでスライドでもご紹介させていただきましたが、けど私たち実はいろんなこと分かってるかというと、分かってないこと多いんじゃないのっていうところから入っていきます。で最近はウイルスなどの病原体に関してですが、
やはり最近の研究ではですね、目に見えないものの存在の方がよっぽど人間より数が多いというか、まあ、それは分かってるんですけど、やっと顕微鏡ができて、いろいろとミクロの世界を研究し始め、人体の中もですね、ミクロの世界で見始めておりますが、まあもともと別に新型コロナウイルスでないウイルスというのはたくさんおりまして、ウイルス以外にも細菌もたくさんおりまして、これらの数を数えるともう星の数じゃ効かないという話でございます。そうすると私たちより長生きも要するに世代を変えてですね、常にコピーをしたりしながらですね、ずっと生き延びてきたことを考えていく必要があるだろうと、地球の住人っていうのは実は人間だけじゃないんじゃないのと、それが左側のスライドで、要するに生命はまあ神秘的であるという、その生きるとか生きているとかっていうことで、半分生きてて半分死んでるような状態もあったり、ウイルスは境界の領域だったりとかですね、それから光がなくても生きている生物が海底にいたりとかですね、やっぱりそういうことが今分かってきましたので、そうするといわゆる医学という領域だけでなく、宇宙も含めてですね、さまざままだ分かってないことあるのは事実ですよね、という前提からスタートではないかということを、まずはお伝えしたいと。で、人体は小宇宙という言葉も言われて、これだって言われてるよと、だいぶ分かってきたよと、そうは言いながらもですね、お互いずいぶんいろんな体はネットワークを張り巡らせるということはだんだん分かってきたりとかですね、それからもう腸内には細菌の数はめちゃくちゃ多くてですね、強制して私たちはただ単に体を貸してるだけだとかですね、もうそういうことが分かってきますと、生き方としてもですね、ずいぶん変わってこなきゃいけないし、医学研究もそうだろうなと。でかつこの複雑な感情の持ち主であるというところは、はい、脳の研究はだいぶ進んでまいりました。ただ例えば自分自身を 100% 知ってますかと言われると、私も朝目覚めてですね、夜寝るまで思った通り毎日行動できたことはなくてですね、でやっぱり落ち込むなと言われても落ち込むし、で不安を全く 100% 解消できずに、でも頑張って生きていこうと思ったりということで、非常にシンプルな感情ではなくてですね、それは他の方々はもっと上手に生きてこられてるかもしれませんが、まあ実に複雑だなというふうに思って、ね、でもうどうでしょうか先生、もうそうですね、本当に人間がまあこういう、まあ特に微生物なんかとはね、大きな違いっていうか、まあ動物たちとの違いって、やっぱりこの感情とか感性とかね、それがまあ非常に豊かで、まあ人類のね、まあ特徴でしょうし、だから人間関係というのもいろいろ複雑になったりすることもありますけども、はい、まあ本当に人間は相変わらず神秘的な生命体っていう息をまだ出してないのかもしれませんね。なんとなく、で、あんまり今日はですね、AI のことは実はあまり取り上げなかったんですが、結局ここには大きく存在としてはもう AI っていうのは別な分野からも、それから医療の分野にも大きく入ってくるのはもう確実で、もうだいぶ入ってきました。そうしますと、私たちの脳が処理できるデータより非常に多いデータ量を AI は持っております。で、鑑別診断にも、それからですね、患者さんとのですね、情報提供のやり取りや、それからペットとしてでも、それから工場でも、いろんなところに AI は出てきます。すでにもう AI はディープラーニングも深層的な学習をしておりますので、かなり能力が出ております、で携帯にも入ってるし、いろんなところにもですね、もうご主人様と言わんばかりにですね、シリーもですね、いろんなことを分かっていて、携帯電話でやる行動は全て把握されております、そういうことを考えますと、もう数十年後は確実に AI と共同の社会になることはもうこれは確実でございます。じゃあ人間って AI より劣るんじゃないかなというふうに思ったり、それから AI にかなりの労働が取られるということもいろんな研究で進んでまいりました。しかし私は逆だと思っていて、このぐしゃぐしゃな感情の持ち主で神秘的だからこそ、多分単一ではないところからいろんなものを生み出し、いろんな愛もあり、ですから今日の共通のテーマの中にはですね、だからこそ人間って素晴らしいんじゃないのっていうところをなんか伝えたくって、この分からないことが多くて、だけれども発想もきっとすごいんじゃないかと、ですからこういうエビデンスベースのメディスンであることは百も承知でございますが、やはりサイエンスとアートと言われるよう、その日その日の感情によっては医師のスキルも変わったり、看護師のやりがいも変わったり、患者さんの状態も変わり、
やはり患者とかあの医師との出会いもですね、その瞬間その瞬間でアウトプット変わります、うん、そういうことを考えますと、やっぱりその人間の必要性と人間だからこそできることも無限大なんじゃないかな、うん、という思いで、この右側には、うん、強敵である細菌のこともですねあのやりながら、これからはあの実はアフリカもやはりあの南アメリカもそれからですね東南アジアもどんどん経済開発していきますので、こんなレベルではない私たちが知らない未知のウイルスも、それから未知の生命体も、それからやはり深海も分かりませんし、それから地球圏外も分かりませんので、もっともっと出てくるはずです。そうなった時に、このなんか分かんなくて神秘的でいい加減そうで AI にも負けてる人間はでもなんかすごいかもしれないなってそう思ってこのスライド用意しました。なるほど、なかなかいい、まとめのスライドじゃないかなと。あ、そうですか、はい、ありがとうございますそれで、まあ、医師の、はい、あの必要能力ということで、まあ、研修医の到達目標なんですけども、はい、まあ、はい、大体今まで、ね、言われてきたことなんですけども、はいはい、簡単にさっとあの説明いただけますか。はい、あの臨床研修制度が変わったことは先ほどご紹介しまして、今までですね日本ではですね、あの卒後臨床研修というあの研修は義務化ではなかったんですが、その2年間の義務化になった理由は、やはりあの医師の国家試験を受けた後にですね、研修病院でいろんな患者さんと接し、いろんな専門性を学んだ上で自分のスペシャリティ、プロフェッショナルを決めていくのがということで、まあ、制度が変わっております。で、今回新しくまた到達目標、求められる資質能力というものが提示されておりまして、その能力というのが日本においてはですけれども、この9つというふうになっております。で、医学医療における倫理性、それから医学知識と問題対応能力、診療技術と患者ケア、そしてコミュニケーション能力、それからチーム医療の実践や医療の質と安全管理、社会における医療の実践、科学的探求、生涯にわたって共に学ぶ姿勢というのがガイドラインが今改定されまして、こちらがですね新しく求められている到達目標とされております。これらを見ていただくと分かる通りですね、もちろんあの意思決定をし患者さんを治すリーダーである医師はですね、間違いなく患者さんの命を預かっておりますが、他の医療従事者とも、それからですねチームで、そして安全も考え、一生懸命病気を治しましたが院内感染で亡くなっちゃうということは悲しくてしょうがないです。そういうことを考えますと、安全も、それから社会の中で先ほどの障害も介護も含めてということが一応このように書かれているということで、まあ、求められている意思像というのはこんなもんですよということで、やはりこれらをぜひぜひ高校生の間からですね、あのちょっとだけあの考えていただければというふうに思っております。それとっても大切で、まあ、これは卒業研修なんで、はい、医学部を卒業してきた人たちですけども、はい、医学生のね、まあ、目標も大体これと内容的に同じで、はいはい、そうですね、でただね、結局医学生とか研修だけでこれを全てマスター、ゼロからマスターするわけにはいかないので、はい、本当にティーンエイジャー中高生の人たちが、はい、まあ、あの中高生時代からですね、この、はい、対話能力とかみんなで学ぶ、はい、まあ、これ部活とかね、日本はそういうのがありますから、はい、そういうところでチームでいろいろやるとか、はい、まあ、社会に科学的な、ね、ことをあの追求するとか、まあ、社会に貢献するとか、まあ、そういうのを本当に学生さんの中高生の時代からこう考えて実践していってほしいなと思いますね。そうですよね、はい、はい、やっぱりあのものづくりに向いているというか、あるいはその研究室の中で一つあのものを作ったり、ね、あの無機物なものをといった時には求められる能力は違うかもしれませんが、やっぱりあのどの企業もですね、やっぱり文系でも理系でも、あの卒後その社会で受け入れられるあの人材として何を一番強化しますかと言われると、理系でそういう実験室やですね、それからものづくり、あの研究所などでもコミュニケーション能力やっぱり一番上なんです。うん、そうですね、大切ですね。そして、やっぱりあのチームでどうやっていくかとか、いろんな発想であるとかということも、それから人間対人間でというところはちょっと無視できませんので、うん、そうですね、やっぱり一人でだけでなく、いろんな形で交流をすることは高校までの間にぜひぜひやっておいていただきたいことかと思います。私の印象だと、まあ、アメリカと比べてあれなんですけど、このチームでね、いろんな一緒になって、はい、目標に向かってやっていくって、あのワンティームとかね言われてますけど、はい、これは日本は結構得意じゃないかと思うんですよね、中高生から。ただこのコミュニケーション能力っていうのがね、やっぱし本当にもうこれは小学生から中学生高校生ぐらいにこう能力をね伸ばしてほしい分野だなと僕は今感じてますけどね、はい、で
はい、一言だけ追加なんですが、やっぱりそれに実は今の若者世代はゲーム世代でですね、でやっぱり1日の時間帯をどこで過ごすかと聞かれると、外でその部活以外とかであればどこで過ごしてますかというのは、ゲームで自分の部屋で5時間7時間普通に終わっちゃうというのが、そうすると誰とも会話をせずにですね、対戦相手をパソコン上とかですね、携帯上あって、それでやってるので、そこでつながってるので会ったこともないけれども、それそういうコミュニケーションはお得意なんですが、実際にその苦手な人というのは、先ほど出てきたように非常に難しいですよね、人間というのは。ですからその難しいのにあんまりこう直面されなくてですね、そのまま大学に入ってきたりしてます。ちょっとそこは危惧しております。そうですね、だからその代わり、PC 能力は高いですけれども。そうですね、はい、なるほど。じゃあそれをちょっと今のティーンネージャーにはちょっと今から考えてほしいなと思いますね。はい、ぜひぜひお願いします。でこの本当に今働き方改革がいろいろ変わってきて、はい、まあ、ニューノルマルとか言われてるんですけども、はい、本当人生っていうのは、まあ、今の時代とね、多分、はい、また10年後20年後変わってくると思うんですけども、はい、その辺をちょっとこの表にスライドにまとめていただいたんですけども、はい、こちらはですね、いろんなことを今お話したことを言うと、大変だと、医師になるのは大変だと、で全て自己犠牲、マズローのいいところですね、いわゆる自己実現のためには全て自己実現、いわゆる自己犠牲ではなくてですね、もちろん自分で達成感も得ながら、自分の生きがいをも感じながらやっていかなければ、うん、今回の新型コロナウイルスでも犠牲になった方は別に普通の一般人だけではなく医療従事者も少なくありません。そういうことを考えたときにですね、自分自身の今日元気ですか、あるいは幸せですかと聞かれたときに、医師自身も楽しいと、本当に充実しているということを、やはりワークライフバランスという言葉に書かせていただいておりますが、まあ、日本でもですね、やはり働き方改革が今進行中で、仕事と生活の調和と、で日本はですね、その過労死というのが、あまり欧米ではあまり考え方としてはない考え方で、過労死という言葉は日本で大変有名な言葉ですが、ヨーロッパ等でも過労死という言葉を使ったりして、前にヨーロッパに行った時にですね、なんでそんな死ぬまで仕事してるのと聞かれたことがありましたけれども、やはりワーカーホリック、という言葉に代表されるよう、仕事が生きがいで楽しくて、気がついたら時間が経っちゃったというのは問題ないかもしれませんが、自分の体が蝕んでと、ただやっぱり車の運転もそうですが、遊びの部分というのはどんな発想にも必要で、自分自身の人間人生を考えてくると、やっぱりあれですよね、疲れてくるといい発想も浮かばないし、前向きが下がってきたりとか、それ人間の特性じゃないかなという、そういった時にリフレッシュも医師としてスペシャリティとして、あるいはプロフェッションとしては必要なことじゃないかなというふうに感じております。で、卒後臨床研修制度の、まあ、メンター制度が重要であるということは言われておりますが、やはり頑張るあまり自分の体の限界というものを超えてしまうと、もしかしたらどっかでバーンと、それから自分の人生がたとえ50代で終わっても70代で終わっても後悔ないよ、楽しいよというのは理想かもしれませんが、それを考えていくことはやっぱりどんな職種についても必要ではないかということで、うん、仕事と生活のバランスというのは大事だろうと。そうですね、はい、ただその吐け口としてですね、いろんなところに行ってですね、クラスターを起こしちゃったりとかですね、感染ちょっと夜の街に行っちゃったりしてる医療従事者の方も点々点っていたりもするんですが、まあ、ちょっと今は慎んでいただいてですね、やっぱりそこは感染源になってはならないので、そういう吐け口ではなくてですね、やはり仕事と生活の調和ということは、まあ、どの人間にとっても必要であるということだと思われます。ですから下のところをちょっと読ませていただきますと、仕事上の責任を果たす一方で、子育て介護の時間や家庭地域自己啓発などにかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよということで、もう病院では素晴らしいドクターと、でもうちで行くと父親としてはいかがなんだろうとか結局病院に行くと素晴らしい看護師だけれども、家に帰ると妻としてはと、というように、やはり人間一生の中でいろんな役割を持っていて、先ほどの愛というところに戻りますと、基本的には自分の人生、家族がいて、そしてですね、自分自身の充実感は余暇活動は家族と一緒に出かけたりとか、そういうことを考えると、ごめんねごめんねというふうに言いながらも、すべて病院が休めないような体制、これは問題だと思うんですね、うん、
責任のある市長さんやそれから診療部長さんは今自分がいなくなったらもう患者さんの命は守れない、そういうことでないように病院の管理者はですね、基本的に両立できるよう手を厚くするべきだし、制度もそうあるべきではないかというふうに思っています。これが社会全体でと書かせていただいた理由です、なるほど、はい、そうですね、うん、はい、一人でできることじゃないですかね、システムとして ねやっぱり作っていかなきゃいけないことなんで、はい、仕組みが作らないとちょっとご本人が頑張ってもですね、いいお医者さんほどいいドクターほどかなり厳しいような気がします。ですからいつも病院の評価に行くと思うんです。こんな素晴らしい救急をやってる先生たち、この先生たちがもっと楽になるようにどうやったらいいんだろうかといったようなことはいつも思ってて、いつかですねもっと仕組みを変えてあげなきゃという思いで、実はもう30年近く経っちゃいました、すいません、はい、本当は国の政策としてね、こういうところも、はい、まあ今コロナのことでいろんなこと言われてますけど、あんまり医療関係に関してね、システムなり何を変えてやりたいっていう、なかなか具体的な案が政府の方針として出てこないのはちょっと残念ですけどもね、今後そういうこともぜひとも政府にも考えてほしいなと思いますね、はい、ぜひぜひ。やっぱりお金の議論と診療報酬制度と医療法や医師法という制度の議論では出てくるんですが、ね、やはり病院環境とか病院管理ということで、ね、細かい、ここをもうちょっとやっぱり研究や社会で提言を政府にできるようにしていくべきではないかというふうに思ってますので、皆様ご協力のほどよろしくお願いします。そうですね、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。そのうち、はい、しんこさん、正解に打って出たらいいんじゃないですか。応援する人たくさんいますよ。そう、本当ですか、はい、ダメです、まだ自信ないです。先生よろしくお願いします、はい、で最後にこの、はい、若い人への送る言葉ということでまとめて、はい、メッセージですね、はい、いただいたんですけども、はい、ぜひこれを説明お願いしたいと思います、はい、送りたい言葉、はい、はいはい、おそらく2020年今年はもう本当に人類にとって忘れられない年になると思います、うん、で何年経ってもですね収束しないことがないようにとにかく祈っています。しかしながら今までのスライドでご紹介した通り、また困難は出てくるかと思われるんですね、まあ、次から次と違う困難も、でもこうやって人類っていうのは一応地球上ではやはり一番リーダーシップを、他の生物よりも生命体よりもリーダーシップを取ってますので、ここに書いてあるんですけれども、未来、フューチャーですね、まあ、先生いつも未来志向でって、私それでついてきました。もう先生もう全然老いを感じない、もう若くて若くて、私自身がいつもパワーもらっておりますが、いやもう本当に本当にそれをやっぱり未来っていう言葉は不安というふうになってしまうとやっぱりダメだと思うんですね、残念だと思うんです。ですから最初の冒頭にお話しさせていただいたように、おそらくこの100年後は多分先生も私も生きてないと思うんですね。しかしながらここでこのことをやったことがその未来に何かつながって次の脅威来るかもしれませんので、人類が想像もできないような試練が待ち受けてるかもしれませんけれども、それに対してはやっぱり豊かな生活もありかもしれないと思ってるんですね。僕はこっちを常に考えてるんですね。そうですよね、やっぱりだからちょっと飛んじゃってて申し訳ないんですけど、私にはその技術もないんですけれども、例えばいつもうちに帰ってきて衣服を取り替えたり消毒をしたりしてる時にですね、もう全部抗菌のスーツだけ1枚着てですね出かけてですね、でもゴーグルで着て出かけて帰ってきたらそれを脱いじゃうだけとかですね、それからもう足腰が立たなくなっても基本的にはそこをアシストするスーツだけ着て出かけられたりとかですね、痛いところをですね補ってそこを全部補充してくれれば、出かけることもできるし、でタケコプターみたいに空飛ぶ自動車じゃないですけれども、やっぱりそういうものがなんかきっとある社会になってるんだろうなというふうに、で自分 のティッシュもですから、細胞も臓器もですね、なんかどっかにこうクローゼットに置いておくと増殖してですね、また取り替えていけちゃう、そういう本当に未来の SF の映画じゃないですけれども、そうなると150年は行くのかなとか、いいなって、でもきっとそういう未来もあってもいいかなって、ですから、ただそれに向かうにはみんなが努力しないと無理だと思うんですよ、人類が、そうですね、もう絶望だ、終わりだ、もう世紀末だって言ってると、おそらくその2020年から2000ですね、2120年ぐらいですね、まあ、いや2100年と考えて80年後でもいいんですけれども、きっとそんな未来は到来しないので、少しでも多くの人たちが、そのためには先生が冒頭にお話ししましたようにグローバル化必然だと思います。そうですね、日本だけのその医療とか
日本だけの患者さん の治療だとかじゃなくてですね、やっぱりいろんな海外に行きますと、病院に勤めている医療スタッフはもう日本人だけというのは珍しい、イギリス、ロンドンなんかの病院でも全然いろんな多国籍で皆さん働いてて、タイの病院なんかもそうですけど、いろんなやっぱり国の人たちが、ドクターも看護師もインターナショナルです。でそういうのが当たり前の時代になることはまず一歩じゃないかなというふうに、地球単位で考えることも、ですからそれが医療のグローバル化ではないかというふうに思ってますので、ぜひぜひ未来の医師を目指す方たちはそうやって作り上げていただければというのが私の締めでございます。なるほど、最後ですね、はい、いい言葉だと思います、はい、本当にこのコロナのっていうのは、まあ、人類に大きな挑戦なんですけども、はい、もちろん悪い点もね、たくさんの人が亡くなったりとか大変なことも起きたんですけども、はい、ある意味では考え方によっては、そこのこの時代を通したことによって人類が大きく変革する、はい、ポジティブにね考えると、はい、いい点もコロナさんは持ってきてくれたんじゃないかと思うんですよね、はい、で最後のスライドにあったように、未来を作り上げていってほしいって、要するに今のティーンエイジャー、若い人たちの、まあ、日本の特に教育を見てると、はい、どっちかというとパッシブにね、まあ、言われたことを教わって、はい、それはまあ日本人得意なんですよね、はい、だけどこれからはやっぱアクティブに自分で想像力、僕想像力っていう時に言う時にいつも想像するって作り上げるクリエイティビティと、それからもう一つはイマジネーション、両方想像、両方ですよね。それこれからね皆さん本当に働かせて、ぜひ、未来を作り上げていってほしいなと思います、はい、何かまとめに最後にお言葉あります？いや、もう十分です、先生。ついていきます。もう本当に全く同感であります。同感で、そのクリエイティブという考え方とかイマジネーションという言葉は確率的とは違うかもしれないんですけど、その先にそれがないと何のために今標準化なのかというところが多分分からなくなるので、うん、まずはグローバルで標準化して、その先にと両方を並行させていくことを、ね、まずはぜひぜひ日本もかなりリーダーシップ取れるところはあるかと思われますので、そこの融合が必要なのかなと思ってま す、はい、本当に人間が一番本当に優れてるのは今言った2つの想像力が本当に他の、まあ、当然コロナよりも勝つでしょうし、はい、他の、ね、はい、生物生徒よりも勝つ、はい、人類の一番得意とするとか本来はね、はい、あるんで、それを全て伸ばしていくような、はい、ことを若い人たちに学んでほしいなと思います、はいはい、最後にね、ちょっとこれ本当付け足しなんですけども、はいはい、個人的なことで言っちゃっていいのかどうか迷ったんですけど、はいはい、そのアクティブにね、これから若い人になってほしいっていう、その一人、はい、一つの例が実はしんこさんの姪の若子さんの、お嬢さんがですね、高校からハワイに来たんですよね。はい、あれはやっぱしね、はい、相当、はい、やっぱしチャレンジングだったと思いますよ。はい、そうです。もう10年近く前と思うんですけども、10年、7、8年前か。で、はい、高校に来て3年ハワイで過ごして、その後メインランドに行って、はい、大学もすぐ卒業して、実はね、はい、医学部に挑戦してるっていう、はい、そういう、はい、本当にグローバルの中に生きていこうっていう、はい、ある意味では、はい、私も40年前にアメリカ行こうなんて考えたら、かなりちょっと、突拍子もない、はい、アクティブな行動だったんですけども、はい、まあ、若い人たちにはね、ぜひそういう、まあ、一つの、ね、道でありますので、はい、もちろん海外に行くとなるとね、本人も家族も相当いろいろ難しい点とかね、苦労もあると思いますけども、はい、まあ、そういうのも一つの選択肢としてね、考えていってくれたらいいんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、本当に、ね、先生にもご指導いただきありがとうございます。私忘れもしません、桜子が一番最初にアメリカの高校に行った時にですね、最初に秋学期に始まって会った時にですね、やっぱり英語のギャップとか、それから文化の違いとか、で自分で日本にいたらもっと楽だったのにって言った時に、彼女が言った発声した言葉は消えてなくなりたいって言ったんです、自分自身。うん、そうなんです。でも今ではもうネイティブでですね、もう頑張って、3年間で卒業しちゃってですね、で英語も私が何か言うと、あって言えないでしょ、喋れないでしょ、書けないでしょって言われる。やっぱり人間の可能性ってすごいなって思うんですね。やっぱりソキは忘れもしません、本当買いたいかって言った時に、うんって泣きながら言ってたの、今じゃもう全然普通にゲラゲラゲラって笑ってですね、アメリカ人と喋ってて、もう英語で喋ってる時、
人間ってすごいなって思いました。ね、だから本当ポテンシャルはいくらでもありますから、ぜひ本当ティーネージャー、特に若ければ若いほどポテンシャルは高いんですよね。だんだん、はい、私の年ぐらいになっていくとポテンシャルはだんだんあの狭まってきますけども、若いうちはねまだ何十年も生きる可能性は当然あるわけで、うん、まあ、能力のポテンシャルはやばいですね。ぜひそういうところに挑戦してほしいなと思います。きっと彼女もこれからまた困難に出くわすと思いますけど、きっと若さでやっていくでしょう。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも今日は本当にまたありがとうございました。またあのハワイでまた遊びに来てください。絶対楽しみにしてます。先生、お体に気をつけて、はい、今日は本当にこの機会ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。